どうもありがとうございます。定例会見を始めます。私の方から一つご報告したいことがございます。4月28日にですね、日本共産党も含む民主的諸団体で実行委員会を作り、その主催でですね、安保条約廃棄、真の主権回復を求める 4.28 国民集会が開催されます。この国民集会はですね、政府主催の主権回復の日になるですね、私たちは従属と屈辱の日だと祝うことになるというふうに厳しく批判した式典の開催に抗議をするということもですね、趣旨として含まれております。これが開かれることになりました。で、私はですね、政府主催の方には当然欠席いたしますが、こちらのですね、真の主権回復を求める国民集会の方に出席し、発言もする予定でおります。この日はですね、サンフランシスコ条約並びに日米安保条約が発効し、日本がですね、形の上では独立国になりましたけれども、実質的には従属国のまま鎖につながれた従属の日であります。同時にですね、サンフランシスコ条約によって沖縄、小笠原、奄美などが切り離されてアメリカの手に渡され、また千島列島を放棄して、ソ連に引き渡すという一連の戦後の不公正が始められた、そういう点では沖縄の皆さん、奄美や小笠原の皆さんにとっては屈辱の日にもなってくる、そういう日でありまして、この日を祝うなどというのは言語道断でありまして、私たちは断固中止を求めてきましたけれども、ただ求めるというだけでなく、抗議の集会も開く、そして真の主権回復のを求めていくと、日米安保条約の廃棄を求めていくという対応をしたいと考えております。以上です。何かありましたらどうぞ。はい、どうも。今のピアノ話と関連するんですけども、昨日官房長官が沖縄に訪問しまして、中山知事に平和会談したりテレビを訪問したりして、辺野古への設置理解を求めると重ねて強調していますけども、これについて、こういった行動についてどう考えていらっしゃいますか。辺野古移設反対というのは、これは県議会でも全会一致で、何度も決議上がりですね、あるいは県民大会でもですね、超党派で島ぐるみの意思としてノーという意思が名誉に表明されているものでありまして、これを繰り返し、県民にですね、無理強いするという行動を政府は取るべきでないと。私は辺野古移設はですね、断念して、そして普天間基地は無条件で撤去するという方向に踏み切るべきだということを強く言いたいと思います。そうしますが、嘉手納基地以南の米軍の施設とか、それから沖縄の化学物の滑走路を作るとかですね、振興策を含めて、それとその代わりにという形で推し進んだとしていますけど、そういったことについては。嘉手納以南の基地の返還という問題はですね、これは無条件で丸ごと返還すると。これは当然のやり方だと思うんです。それをですね、2つ問題があると思うんですね。1つはですね、そういう無条件丸ごと返還ではなくて、この問題と辺野古移設をリンクさせると、辺野古移設を進めると、その代わりに嘉手納以南も返還しましょうというこのリンクをさせると、このやり方で新基地を押し付けるというのはこれ許されるものではないと。もう一つの問題点はですね、この嘉手納以南の返還のやり方そのものがですね、中にある問題なんですが、その多くがですね、移設条件付きなわけですよ。例えば那覇軍港を返還するってこと、これはもう1970年代に決まっていることですが、40年間経って返還されない。なぜかといえば、那覇軍港を返す代わりに浦添に軍港を移すという県内施設付きというね、そういう条件になっているから動かないわけですよ。で、多くの施設がそういう移設条件付きになっています。
で、そういうやり方では結局問題解決しないってことがもうすでに明らかになってるわけですから、無条件で丸ごとね嘉手納以南の基地については返還すると、そして普天間基地もこれも無条件で返還するという立場に立たなければこの問題解決しないということを強く言いたいと思います。はい、どうぞ。はい、昨日あの与野党のですね、幹事長、職長レベルで、ゼロ増減をめぐるですね、協議を行いましたけれども、与党側はそのゼロ増減先行で、その先のですね、抜本改革とか、税数削減とか、まあ、協議の場を設けるということを言ってますけれども、その先にどうするかという見通しは全然立ってないようなんですけど、その点についてはどうですか。今の問題ってのはどこにあるかということをきちんと全体を捉える必要があると思うんですが、私たちは小選挙区制という選挙制度は大政党有利に民意を歪めるという大問題とともにですね、投票価値の平等を保障するという点でも憲法上の欠陥を持っていると、憲法違反の欠陥を持っているということを最初から、93、4年にその制度が導入されてからずっと言い続けてきたわけです。で、今指南されているのはまさにこの問題なわけですね。まさにこの投票価値の平等が保障されないと、投票価値の平等を踏みにじるという点で憲法違反という政策を持っているということが司法で今断罪されているわけですよ。で、そういうたびにその問題を少しきちんと考えてみるとですね、もう小選挙区制という制度に固有の構造的欠陥なわけですよ。すなわち小選挙区制というのは人口が変わるたびに、定数の不均衡が生じ、それを是正しようと思えば選挙区を変更することが必要になってくると、そういうやり方を取りますとね、現状でも例えばコミュニティあるいは自治体、これを破壊する有害な線引きがあって、そこの中にいろんな矛盾や悪敵を作っていくということは現に生じております。それで是正をやればやるほどそれは拡大してですね、混乱がひどくなっていく。ですから是正をやっていくこと自体に大きな困難が伴うというね、構造的欠陥がある。そして何よりもですね、一票の格差というのは限りなく1に近づけると、1人1票と、これは憲法の要請なわけです。で、それを今後やろうと思ったらですね、もうコミュニティも自治体も全部こう無視したね、線引きをやらなかったらできないということになり、一人一票のを実現するというのは事実上不可能なのが小選挙区制という制度なわけですよ。ですからね、やはりこの制度自体のそういう、根本的な欠陥が今指南されているわけですから、この面から言ってもですね、小選挙区制を廃止するという決断をすべきだというのが私たちの提案なわけです。それで比例代表を制に抜本的な改革を行うべきだということで、昨日選挙区長が具体的案を出したというのが経過です。ゼロ増減というのは、小手先の是正案ですけれども、これやったとしてもですね、1.998 倍ですか、この前の国庁でもそうなるわけでしょ。で、もう実際にはですね、直近のもので見たら、2倍を超える選挙区が、もう約10ぐらいの選挙でも2倍を超える状況がもう生まれているわけです。もうすでに2倍という最低限のものもクリアできないようなね、案そのものは欠陥のものなんですよ。それをね、固執して、そして小選挙区制というね、こういう投票価値の平等という点でもね、欠陥の制度を永続させるということはこれ許されるもんじゃないという立場から、私たちは反対するという立場で対応をしていきたいと考えております。小選挙区制という制度はですね、民意を歪めるという大欠陥とともにですね、投票価値の平等を踏みにじると、これ憲法上の欠陥を持っている。2つの欠陥がはっきりしたわけですから、廃止するしかないと、そこに踏み込むべきだと。ある新聞の社説でね、こういうのもありました。一人一票の原則で徹底的な区割りをやってみるか、それができなかったらもう比例代表への移行しかないじゃないかという施設がね、東京新聞でしたが、今日出てましたが、
一票の平等という価値からそこからアプローチした場合、それがやっぱり正論になってくると思うんですね。どうぞ、他にあればどうぞ。はい、日銀が政策決定会議で金融緩和策を決めまして、うん、非常に危険な方向に今進みつつあると私は考えています。それでまず今無条件の、ね、金融緩和をやったとしても銀行にですね、持っている国債をまずはどんどんお金を吸って現金に変えようというわけでしょ。現金に変えたとしてもですね、需要が減り込んでるわけですから投資先がないわけですよ。ですから銀行にお金が貯まるということだけになる。これで結局私この物価が上がらないということになる。今度日銀はですね 2% の物価上昇を義務付けられているためにですね、今度は投資信託買うとかね、株式買うとかリスクのある金融商品をですね買うことに、ね、なっていくと思うんですよ。そうなった場合にはですね、国債の価値そのもの、信用そのものに問題が起こってきて、国債の、まあ、金利が上がる、あるいは価値が暴落する、そういう大混乱につながる、ね、危険があるということを強く私は警告しておきたいと思います。それから今この間行ってきたですね、いわゆる金融緩和策で、若干ですね、まあ、円安が起こっています。でただ円安が起こっているのも、なぜ起こっているかといったらですね、まともなシステムで起こっているというよりも、外国人投資家の、ね動きでこれが起こっているわけですよね。ですから、バブル的な様相で起こっている。でそういう中で、例えば輸出企業の大手の自動車だとか、いくつかのところがですね、儲けを上げているところもありますけれども、しかし、例えば食料品、原油、灯油、ガソリン、こういうところは軒並み高騰を始めているわけですね。ですから今金融の無制限の緩和を始めて庶民生活にとっては大変なね苦難が降りかかっているという状況、早くもそういう副作用が出ていると。現在そういう副作用が出ているのに加えてですね、今後生まれてくるリスクという点では、先ほど冒頭言ったようなリスクも考えなきゃならないと、こういうね無謀な言い方をやめるべきだということをね強く私は言いたいと思います。やはりこのデフレから脱却するっていうのは実体経済を良くしなかったらこれできないわけで、よくその一番の鍵というのは働く人の所得を増やす、賃金を上げる、安定した雇用を増やしていくと、ここにあるってことをね強く言いたいし、そういう対応をことすべきだということを求めていきたいと思います。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。